最近大きな展示会がなく残念ですというメッセージなんですが、このチャンネルを拝見するようになって西洋絵画に興味を持つようになりましたが、その途端円高のせいでしょうか、大きな展示会がなく残念です。これからも何年かこの状態が続くのでしょうかというメッセージと、それからもう一方、ミュゲさんもですね、今年は海外美術館との大型コラボ企画展が少ないように思います。企画展が全てではないし、常設展でも興味深いものはたくさんありますが、やはり少し寂しい感じがします。このような状況は続くでしょうかということです。残念ながら続くでしょうね。むしろもう円高になる、あ、違う、円安になる一方ですよ。ですね。まずもうそれがありますよね。それから絵画の、評価額は上がる一方ですよ。もうこの特にこの、10年20年で爆上がりしてますから、その当然保険料がかかるわけですよね。まあそういうこともあって保険料と輸送料がものすごいかかっちゃう。絵の価値自体も上がってるんですか？だから絵の保険をかけるときに、その絵がいくらぐらいかっていう評価をして、それに対して保険料を決めるでしょ。そうですそうだよね。ろうよ。そうだろうよ。保険ってそういうもんだろうよ。その評価額が上がってるわけですよ、自体が。それは何でですか？それは、ものすごい高いお金で買う人が増えてるからじゃないですか。アラブのお金持ちとか、中国のお金持ちとか、ロシアのお金持ちとかがするから。だってバブルの頃とかは斎藤良平がゴッホの画聖紙を百何十億かなんかで買ったのが歴代1位だったわけだよ。今もう500億とか300億とか普通にあるじゃん。だから絵画の評価額自体が全体に上がってるわけですよ。これは為替と関係なく。でそれに対しての保険がかかるわけでしょ。で、まあ、その保険がドル建てだったり、ポンド建てだったり、ユーロ建てだったりするから、当然円高の煽りを受けますわね。円安の煽りを受けますよね。で、輸送費とかそういうのも全部円安の煽りを受けますよね。だから1回のその展覧会をやるためにかかるお金っていうのが、ものすごく、もう多分、1.5倍どころか倍近くかかるようになってると思うんですよね。そうかもしといれうこませとん。ですね。で、それからこれは前も話しましたけども、まあ、日本のそういう特にその海外西洋から借りてくるような大きな企画展っていうのは、大概新聞社とかテレビ局がスポンサーについてくれてやってきたわけですよね。で、そのテレビ局や新聞社もなかなか渋い状況になってきてると。この円安、評価額爆上がり、スポンサーがしんどい、三重苦ですよ。この状況は続くでしょう。だけど前も言ったけども、まあその災い転じて福となすじゃないですけども、そんな中でもね、例えば日本国内に西洋美術の作品、いろんなところにたくさん眠ってるんですよ。そういうものをこう集めて企画力で見せる展覧会みたいなのっていうのも、いろんなそれぞれの美術館頑張って、これはもう、これきっかけはコロナだったんですけどね。コロナで向こうからこう持ってこれなくなってっていうところから、だんだんそういう動きが出てきたんですけども、やっぱそういう展覧会が増えていくっていうのはいい部分かなっていう気もしますけどね。確かに楽しみな展覧会もい頑張っろいてろ。る展覧会も増えてきてますよ。なとこですけどね。絵自体の評価額が上がってるっていうのは、一般の画家さん、例えば日本の画家の絵とかもそうなんですか？国際市場に出てる分はそうだよね。というか国際市場で上がってるから、日本国内ではそうでもないけど。そうすると、画家っていう職業でやってる方たちにとってはチャンスでもあるっていうあんまですり、か？特にさ、オークションでさ、何億とかなってる絵の画家って死んでるじゃん、みんな。そうですね。で、大体そのセカンダリーって言って、もう一旦もうその画家が売っちゃったやつがオークションとかでは取引されて高額になるわけじゃん。だから画家さんは
儲からんのだよ、うん、逆に。いや逆にじゃなく逆にはないけど、うん、単逆になく単に儲からないんだよ、うん、画家さんはそのことによっては、あなるほど。だから俺前々から言ってるけれども、そういうセカンダリとか、そういう中古とかそういう状態で販売したものも著作権が生きてるものは著作権者にその売り上げの何パーセントが行くようなシステムにすべきだって、うーん、どうしてそれやらんのかって思ってるよ、うん、本とかだって古本屋さんで高く売れたやつ、もし著作権が来てるんだったらそんな何パーセントかでもいいから著作権者のところに来るようにならないとおかしいんじゃないかっていうのは、うん、そうですね、言ってますけどね、うん、確かに書いた本人ですもんね、うん、と思います。はい、ではでは、もう一方どうほら、ん、うん、あのセカンダリーも何パーか著作者に入るようにした方がいいと、うん、皆さんおっしゃってますよ、うん、ちなみに今これ主張してるのピカソ財団ぐらいなんだよね。あ、そうですね、ピカソ財団はそれ取り立てに来るらしいんだよね。へえ、そうなんですか。それに関しては、それに関してはピカソ財団間違ってないとは思うよ、うん、そうね、うん、うん、原画の価値を守ろうとしてる、うんうん、っていうか、まあ、価値じゃなくて自分たちの権利を守ろうとしてるんだと思うんだけど、まあ、うちらに取り立てに来るよりもそっちに行ってほしいなっていうのは思いますよね。はい、はい、はい、